はい、休日を捧げようつもらずです、今日は何を歌いましょうか。今日は高橋優さんの明日はきっといい日になるをやりたいと思います。ねえ、高橋優さん、はい、ねえ、なんかすごいあったかい曲を書くよね。なんかですね、そうですね、いいよね、はい、動画の女の子はあれ誰なんですかね。あれはなんかリファっていう女の子なんですけど、うん、私もこのなんかやりたいと思って、うん、なんか探してたらなんかカバー曲されてるのでなんか見つけて、明日はきっといい日になるというね、はいはい、ねえと思ってたな昨日もみたいなね、うん、でもね私はいつも会社の帰りにこれ聞きながら帰って、ね、みんないろいろあると思うんで毎日、はいはい、ね、ちょっとでもね元気になってもらえるといいですよ ね、 すね、はい、よし行きましょうか、はい、高橋優さんの明日はきっといい日になる聞いてください。